こんちゃすくです。トロとパズルどこでも一緒、続きやっていきます。もうなんかみんな仲良くバス停のベンチに座ってんな。あとめっちゃ一気に喋るのやめてくんないかな、もう読めねえわ。というわけで、前回新マップに来ました。で今回から多分ストーリーはこっちメインで話が進んでいくのかな。あのお姉ちゃんがね、空のお姉ちゃんがこっちのマップに、マップじゃないか、5丁目にいるらしいっていう情報をもらって、じゃあ自分から待ってないで会いに行こうっていう前向きな気持ちになってこっちにみんなで来ちゃったって感じかな。ってわけで、じゃあストーリー見ていきます。つくと5丁目でデートするのにゃー嫌だー、ガーンなんで空まで。トロが猫だから、サンタさんみたいな人間じゃないから嫌だー、ガーン。トロが猫だから、あ、変わんねえな、もうデートしようしか選べねえじゃねえかよ、強制的かよ。えへへ、サンタさんみたいにかっこよくデートできるかにゃ。サンタさんってデートすんの？いやいや、でもデートって何するのじゃ。そうだよ、こんな寂れた街でよ。美味しいものをあんして食べるのにゃ。おう、食べ物屋さんどこかにゃ。食べ物屋さん近くにあった気がするのじゃけど、どこだったかや。後ろにアイスクリーム屋があるな。あ、後ろふにゃ、アイスクリーム屋さん発見にゃ。さすがスクなのにゃ。まあ画面に見えてたんでね。はい、こんなところにびっくりなのじゃ早速スクにアイスクリームをあんするのにゃ。あ、おごってくれんの、やったぜ。ごめんくださいにゃ。いらっしゃいませじゃあまたお前が店員かこらまたバイト三昧だな。あれ、そら、ここでもアルバイト？思い出したのじゃ、人手不足でここのお店閉まってたのじゃ。なんだよ、じゃあ別に働いてもねえじゃねえかよ。スク、お店を開けるから手伝ってほしいのじゃ。よし、じゃあアイスクリーム屋さんをオープンしよう。そして売り上げを俺に渡すのだ。ありがとうなのじゃ、俺に。生姜焼き味のアイスクリーム食べていいのじゃ。普通のバニラがいいよ。トロがあんしてあげるにゃ、スクあんしてにゃ。生姜焼き味、生姜焼き味ってことは豚肉でしょそれ。やだ、ガーン。トロが猫だからサンタさんにあんしてもらう方がいいのにゃ。もうなんでサンタさんと比較すんだよ、もう食うしかねえじゃねえかよ。はい、あん、生姜焼き味のアイスクリームいっぱい食べてにゃ。いらない、まずくて閉店しちゃったんじゃないのかこの店。ふう、スクとデート楽しいにゃ。でも美味しいアイスクリーム屋さんなのに気がつかなかったにゃ。生姜焼きアイスクリームをメインに置いてるようなお店が美味しいっすかね。おかしいのじゃ、昔はちゃんと看板があった気がするのじゃ。看板があれば目立つのにゃ。看板といえば黒でしょう。思い出したのじゃ、確かお店の裏に看板があったのじゃ。ほう、それじゃ一緒に見に行くのにゃ。続く、別に黒に作ってもらうとかそういうことはしないのか。スクの動画を見てる人を好きって気持ちが恋で、告白を好きって気持ちが愛なのにゃ。どういうこっちゃ。よし、続き。確かアイスクリーム屋さんの裏に大きな看板があったのじゃ。したたたた、見に行こうぜ。すげえ無造作に倒れてるな。看板発見なのにゃ。はやや、倒れちゃってたのじゃ。いつの間にこんなボロボロになっちゃったのかや。看板より街の状態もっとひどいと思うけど。すく、看板を直してほしいのにゃ。よし、看板修理だにゃ。おう、そんなとこに看板あってもあんま目立たなくねえか。スク、ありがとうなのじゃ。はい、これでお客さんもここがアイスクリーム屋さんって気がつくのじゃ。そうかな別にお店にアイスクリーム屋さんって書いてあれば気づくんじゃないのかな。これならデートの時に迷子にならないのにゃ。それよりアイスクリームポールみたいな、アイスクリームタワーみたいな、なんかあんじゃん、アイスクリームのやつ、ソフトクリームの飾り付けみたいなやつ、あれが目立てばいいんじゃね。でも昔はもっとアイスクリーム屋さん目立ってたのじゃ。何かお店の飾りが足りないのじゃ。だからそのアイスクリームのなんかポールみたいなやつだよ。なんていうやつかわかんないけど、名前なんかちゃんとあるんだよね。何が足りないのかにゃ。メリーゴーランドとかマヨネーズとかかにゃ。マヨネーズ味のアイスクリームとかマジでやめて。ま、そのうち思い出すのじゃ。一旦起きやがった。それよりデートの続きはいいのかや。あ、そうだったにゃ。デート続けるのにゃ。はい。
ソラもお姉ちゃんとデートしたいので、もっとデートについて教えてなのじゃ。デートって他にはどんなことするのじゃ？難しい質問だにゃ。ねえねえ、デートの時って何をするのにゃ？そうだな、教える。何するかな？映画を見るでいいんじゃね？映画を見るってどういうこと？なんだろうこれ。どれにも当てはまんない気がするな。技かな？その他かな？好きなすること？まあ俺映画見るの大好きだよ。まあ一人で見る方がいいっていうのもあるけどね。まあ別にデートで見てもいいんじゃないですかね。家族で見てもいいと思うし。映画を見るって大きい。大きいね。映画館で見ようよ。なるほど、映画を見るは大きい。それじゃあ一緒に映画を見るするのにゃ。なんか日本語が変になっちゃった。そういえば遊園地とかおしゃれな場所へ行くのもデートなのにゃ。おしゃれな場所なら空も知ってるのじゃ。お、次はそこに行くのじゃ。お、どこ？よし、続き見よう。温泉が噴水でシャーって出る場所なら空知ってるのじゃ。お、シャーって出る場所。わあ、おしゃれな温泉だにゃ。案内するのじゃ。確かこっちにあったのじゃ。したたたた。近っ。すげえ近かった。ここが温泉の噴水なのじゃ。早や？噴水出てないにゃ。困ったのじゃ。おしゃれな噴水が止まってるのじゃ。すく、噴水を直してほしいのじゃ。なんだよ、デートじゃねえのかよ。デートってなんだ、修理することか。まあいいけどさ。にゃあ。おお、足湯って書いてあるけど、すげえもうブシャーって出てっけど。スク、ありがとうなのじゃ。おしゃれな噴水スクにも見せられてよかったのじゃ。はい。ふう、これでデートも安心なのにゃ。そういえばこの噴水で人間になれるかもにゃ。試してみたらいいのじゃ。お、すげえ噴水プシャーって、なんか花びらみたいになったぞ。はにゃー、気持ちいいのにゃ。梅宮達夫になった気分なのにゃ。そうか。はやや、脇の疲れが取れるのじゃ。足じゃなくて足湯なのに脇なんで続く。ちょ、なんだそりゃ。ふにゃ、温泉の噴水じゃ人間になれないみたいだにゃ。残念なのじゃ。でもスクとのんびりできたから嬉しいにゃ。ちょっとのんびりしすぎたかにゃ。今何時ぐらいかにゃ。どこかに時計はないかや。時計か。シクシクロボ、シクシクロボ。お、鈴木が泣いてるんじゃね。誰かが泣いてるにゃ。いや、そこ鈴木って分かれや。絶対鈴木だろ。語尾にロボってついてんだからさ。はやや、泣いてる梅宮達夫がいたらお姉ちゃんは真っ先に助けに行くのじゃ。空も助けに行くのじゃ。おーし、泣いてる梅宮達夫を助けに行くか。多分鈴木だけど。シクシクロボ、シクシクロボ、こっちなのじゃ。いた、割と近くにいた。なんか壊れてる。あ、時計台が壊れてんのか。シクシクロボ、シクシクロボ、どうしたのにゃ。鈴木、筋肉痛いなのにゃ。ロボットに筋肉ねえと思うけど。はやや、中二病かや、平気かや。中二病か、じゃあ大丈夫じゃね。鈴木どうしたの。スク、見てくれロボ、こんなに立派な時計台が修理もされず放置されてるロボ。シクシクロボ、あ、そっか、時計もまあ機械みたいなもんだからな。はやや、そういえば時計台があったのじゃ、壊れちゃってたかや。人のために作られて人のために働き続けたというのに、壊れたからといって見捨てるなんてひどいロボ。まあ理屈はそうですね。時計台を修理しようか。スク、一緒に修理してくれるロボか。スクと我が輩が手を組めば不可能はないロボ。よし、ソラもいるのじゃ。トロも手伝うにゃ。お前ら大丈夫か、手が棒なのに。みんなで時計台を直そうにゃー。お、上には乗んないんだな。おー、時計が動き出したロボ。生き返ったロボ。スク、感謝するロボ。上に乗せようよ。スクの手は魔法の手みたいなのにゃ。人間ってすごいのにゃ。いや、作った人がすごいでしょ。続く。ちょ、乗せちゃおう、もう。乗せちゃおう、乗せちゃおう。さて、時計台の上にこれを乗せたら完成なのだが、
重そうなのじゃ。確かにスクがいるから平気にゃみんなで持ち上げればいいのにゃ。俺がいるからっていう発想やめてくんないかな。リッキー呼んでこいよ。リッキー、力持ちのカエルのリッキーをさ。スク、お願いしたいロボ、時計を台の上に乗せるので協力してほしいロボ。時計を台の上に乗せよう。いけちゃうんかい。にゃー、いけたいけた協力を感謝するロボ、ありがとうロボ。ムフー、機械式時計は美しいロボ、技術の結晶を見ているよロボ。はやや、普通の時計と違うのかや。時計には機械式の他にクォーツ式時計があるロボ。クォーツ式は電池で動くロボ、しかし機械式はゼンマイで動いているロボ。なんとエレガントであろうか。ほう、難しいのじゃ。難しいにゃ。簡単に言えば電池で動くキューブとゼンマイで動くキューブみたいなモノロボは。人の手でゼンマイを巻いてもらい、人のために動き続ける、なんともけなげな機械ロボ。せっかくだから時計に名前をつけるのにゃ。なるほど、いい考えロボ。新しく生まれ変わった時計ロボ、名前も新しくつければ時計も喜んでくれるに違いないロボ。スク、時計台の名前はどちらがいいだろうか。ガンダム時計台かキューブ時計台か。そうだな、じゃあ例題に出てきたからキューブ時計台でいいかな。車のキューブね、多分ね。全然見た目キューブに関係ねえけど、キューブ時計台に決定ロボ。四角くもないけど時計台、君の名は今日からキューブ時計台ロボ、よろしく頼むロボ。仲良くしてにゃ。これで町の人にお昼寝の時刻をお知らせできるロボ。エステの時間もお知らせできるのにゃ。エステ行くの、ここの人行くの。ゲームの時間もお知らせするのじゃ。ゲームは自由な時間でよくね。キューブ時計台もみんなの役に立ててきっと喜んでるロボ。スク、本当にありがとうロボ。キューブ時計台に代わってお礼を言わせてもらうロボ。はい、続く。絵日記を獲得。うーし、でも星がないんで多分続きできないね、またしばらく。で、早くこの次のパズルができたらクリアして星貯めて続きやっていく感じかな。次こっちらへん行くのかな。ようこそフルーツと温泉の町。思いっきりこの上から落ちたって感じがするけど、それともここにあったのかな。ここが台か、わかんないけど。まあこの新マップを着々とこなしていきましょう。そんな感じでまた、じゃあしばらく間が空くけど次の動画続き待っててください。それじゃあまたね、バイバイ。